健康生活チャンネル。このチャンネルでは健康についてお悩みのあなたに健康な生活を送ることのできる体作りのための方法などをお伝えします。都城オステオパシー治療院の海老原貴弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、トランス脂肪酸とは簡単に言うと危険な油ですというお話をさせていただきたいと思います。この動画を見ていただくことで、トランス脂肪酸というものがですね、どれほど人体にとって悪影響があるのかということが分かりまして、そしてその被害をですね、防ぐ方法というのが分かります。これはですね、様々な研究で分かっている方法になります。あなたはトランス脂肪酸という言葉を聞いたことはありますか？これはですね、取る必要のない、取らない方がいい油になります。トランス脂肪酸はですね、非常に劣化しにくい、酸化しにくいという性質があるために、アメリカではですね、プラスチック食品と呼ばれたりとか、狂った脂肪というふうに呼ばれていて、ほとんどの国でトランス脂肪酸を規制する動きになっているんです。トランス脂肪酸はですね、植物油脂に水素を添加して作り出される油になります。で、植物油脂はですね、不安定で、もともとですね、不安定で酸化しやすくて、日持ちが悪いという欠点があるんですけども、水素を添加することで変質しにくい、劣化しにくいという油になるんです。それがトランス脂肪酸なんですよね。で、トランス脂肪酸は日本ではほとんど規制がされていなくて野放し状態なんですよね。で、非常に様々な食品に使われています。で、劣化酸化しづらいという特徴から、とても使いやすいし、とてもコストが安く済むために非常に多くの食品使われているんですね。でも先ほどお話ししたように、他の各国ではもう規制が進んでいるのに、日本ではかなりその規制が緩い、まあ、規制されていない状態ですので、結構危険な状態ではあるんです。で、日本で非常に多くの食品に使われています。トランス脂肪酸が多く使われている食品で代表的なのは、例えばマーガリンやショートニング、そしてケーキに使うミックス粉などですね、あるいはインスタントとか レトルト食品、そしてフライドポテト、冷凍食品とかドーナツやクッキー、ケーキなどの洋菓子類、そしてパン、そしてお菓子、サラダ油とかドレッシング、コーヒーのミルク、フレッシュ、コーヒーフレッシュとかですね、とか、チョコレート、そしてアイスクリーム、揚げ物などですね、非常に多くの食品に使われているんです。これぐらい、まあ、使いやすいし、コストが安いので、非常にたくさんのものに使われているんですよね。で、特にトランス脂肪酸を多く使った食品が多いのは、コンビニなんですね。コンビニっていうのは、販売する食品の基準として、30度の環境下で、48時間、細菌の数が一定の基準値を超えないっていう条件があるんです。で、気温30度というのは結構な夏日、暑い日ですよね。そんな中に丸2日間ですね、置いていても、コンビニの食品というのは腐らないようにできているんです。これってものすごく怖いことだと思いませんか？食べ物っていうのは腐るのが普通なんですよ。例えばですね、自宅で料理した食べ物を2日間ですね、置いていたら、とても食べられる状態ではないですよね。例えば自分でおにぎりとか握ったりとかですね、お弁当を詰めたりして、それを夏の炎天下の中で、ポイってですね、置いておくとします。で、2日間ぐらい忘れていて、じゃあそれ食べれるのかって言ったら、食べれるわけないですよね。で、そんなその炎天下の中、30度ぐらいの温度の中で、丸2日間ですね、置いていても、コンビニの食品っていうのは腐らないようにできているんです。ですから、コンビニのパンとかお弁当とかおにぎりとかですね、非常に腐りにくい状態にされていて、そのために使われているのがトランス脂肪酸なんですね。で、この基準があるために、コンビニの食品はトランス脂肪酸とか添加物が使われていないものを探す方が結構難しい状態になっています。で、トランス脂肪酸の1日の摂取限度はですね、 WHO 世界保健機構というところが発表しているんですけども、1日に 2g 程度だと言われています。しかし、例えばとても有名なファーストフード店の M サイズのですね、ポテトフライがありますよね。フライドポテトがありますけども、それにはですね、M サイズなのに 4.5g のトランス脂肪酸が使われています。1日に摂取限度が 2g なのに、すでにもうそのポテト食べるだけで 4.5g 摂取してしまうんですよね。普通ですね、クドナルドっていう、まあ、有名なファーストフード店ですね。名前ちょっと出せないんですけども、クドナルドとかに行ったら、セットを頼みますよね。で、セットってハンバーガーとポテトとジュースとかついてきますよね。もうその、食べたそのポテトだけでもですね、1日の摂取限度を超えているんです。
で、ちなみにそのウンクドナルドとかのそのハンバーガーとかもですね、かなり腐りにくい食品になっています。これもやっぱりトランス脂肪酸というのがものすごく入ってるんですよね。結構他の方が実験した中ではですね、1ヶ月間腐らないというものもありました。トランス脂肪酸による健康面への悪影響なんですけども、トランス脂肪酸を摂取しすぎることで悪玉コレステロールを増加させてしまって心筋梗塞とか狭心症の原因になったり、あるいは糖尿病などの生活習慣病とかアトピーとか鼻炎とか気管支喘息などのアレルギー疾患の原因になってしまうと言われています。またトランス脂肪酸をですね、体外に排泄しようとすると大量のビタミンとかミネラルを消費して、失ってしまうことが分かっているんですね。で、なぜこんなにも体に悪いかというと、非常に硬い油であることが理由の一つになります。で、私たちの体はですね、37兆個とも言われる、細胞から作られているんですよね。で、この細胞なんですけども、一つ一つの細胞が周りをですね、細胞膜という膜で覆われているんですけども、この細胞膜を作っているのが脂質、つまり油なんです。で、よく亜麻仁がですね、体にいいという話を聞きますよね。で、私の以前の動画でも亜麻仁についてですね、効果とか取り方などをご紹介したんですけども、亜麻仁がですね、体にいい理由の一つが細胞膜なんです。で、この細胞膜はですね、亜麻仁などに含まれているオメガ3脂肪酸が 20% 以上必要なんですけども、トランス脂肪酸はですね、オメガ3脂肪酸の代わりとして細胞膜に置き換わってしまうんですね。で、非常に硬いトランス脂肪酸で作られた細胞膜は硬くて、細胞膜の構造とか働きが不完全な状態になってしまったりとか、不完全な状態となって血管のある細胞膜になってしまうんです。特に脳のダメージが深刻な状態になってしまいます。なぜなら脳はですね、その 60% 以上が、脂質で構成されているんですよね。ですから脳のですね、その 60% 以上が脂質なのに、そこにですね、トランス脂肪酸がたくさん使われてしまったら、もうほとんどその機能できないような状態になってしまうんですよね。で、脳の細胞がトランス脂肪酸に作られてしまうと、例えば情緒不安定になってしまったりとか、うつとか集中障害とか ADHD などを引き起こすと言われています。で、特にですね、妊婦さんとか乳幼児、あるいは、子供にはですね、トランス脂肪酸というのは非常に危険なものでして、この時期っていうのは脳がその非常に細胞分裂を繰り返してですね、細胞が非常にその疲れていく時期なんですよね。そんな時期にそのトランス脂肪酸を取っていると脳に多くのトランス脂肪酸が使われてしまうんですよね。で、こういったそのトランス脂肪酸を子供がですね、赤ちゃんから子供が大量に取ってしまう時期が続くことで、脳の栄養失調状態が長く続いてしまいますので、そうすると知能の低下とか知能発達が不十分になってしまったりとか、あるいは人格形成ですね、にダメージを与えてしまいます。それにもかかわらず日本では規制がないためにトランス脂肪酸っていうのが多く含まれた食品を取ってしまっているのが現状なんです。で、よく周りのそのお子さんとか見ていただきたいんですけども、例えばですね、その知能がまだその発達が不十分だなっていうお子さんとか、ちょっと暴力的だなっていうお子さんの食事をちょっと見てもらいたいんですよね。結構な確率でその知能の発達が不十分なお子さんとか、その多動な傾向があるお子さんとかですね、食事がですね、悪いところが多いんですよ。ですから、その食事の面というのは非常に気をつけてもらいたいところです。特にトランス脂肪酸ですね、これをその日常的に摂る生活というのはできるだけ早くやめてもらいたいですね。このように非常に危険性の高いトランス脂肪酸をできるだけ摂らないように、生鮮食品を買って自宅で料理をする習慣を作るようにしてもらいたいところですね。また入ってしまったトランス脂肪酸をデトックスできる方法があります。それがファスティングなんですね。ファスティングによっていい油と置き換えることができますので、デトックスのためにぜひ一度はですね、ファスティングにチャレンジしてもらいたいところです。はい、今回はですね、トランス脂肪酸とは簡単に言うと危険な油ですというお話をさせていただきました。もし私の治療院とかファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、下のグッドボタンとこちらのチャンネル登録をお願いします。私の治療院やファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクがありますので、そちらからホームページをご確認ください。もし質問やこのような動画を欲しいなというリクエストなどがあれば、ホームページの方にお問い合わせフォームがありますので、そちらからお問い合わせください。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。